こんにちは、ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの道場です。本日も、はいはい、ライバル対決でございまして、はい、最近ねライバル多いですけども多いですよ、何と何をライバル対決しましょうか。はい、はい、本日はまあシリーズの中での対決ということで、はいはい、こちらのパーセプトの100と絶賛予約受付中、はい、パーセプト、はい、パーセプトの 100D、はいはい、同じ家族で戦わせようという、はい、そうなんです、はい、コンテンツでございますが、まあ、やっぱりここ気になるところだと思うので、そうですね、はい、ぜひぜひ皆さん参考にしていただければと思うんですけど、このコンテンツは、ライバルと我々が勝手ながら、うん、チョイスさせていただいたラケットを、はい、打球感というコメントだけではなくてトラックマンで計測をして実際弾道がどうなのかそうですいうところを見ていただいて、はい、商品選びに役立てていただくコンテンツでございます。今日はヨネックス新作パーセプト100と 100D で、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。では斉藤さんやっていきますけども、はい、絶賛予約受付中、受付中、はいはい、パーセプト大使の我々が、ね、我々には言いましたけども、はいはい、順調ですか。順調です、はいはい、話題も本当に、はい、話題性も多いですし、はい、もう試し打ちしたいという方も多いですね。そう、今もうウィンザーさんの全ウィンザー全店舗で血だらけがあって、はい、ありますね、成績桜ヶ丘と渋谷と、梅田と、こちらの横浜ではすぐに打てるというところですよね、はいはいはい、というところでやっていきますが、じゃあまず簡単にスペックご紹介いただきましょうか、はいはい、まず、はい、ラケットのフェイスサイズ、はい、この100インチっていうところは同じです、はい、そうですね、100と名前がついてますよね、はい、100と100で、はい、もともと100はあったんですけど、はい、今回からこの追加されたのが 100D、はい、まあ、デンス、はい、細かい、そうですね、高密度というところ、ね、はい、隠し名の D ですね、はい、新しく入っていたんですけど、そうそう、はい、出てきましたけど、なんかポケモンとか言ってましたよね、色はね、はいはい、色は言いました、ワンピースとか言ってました、はい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 、はい、で重さのまず違い、うん、300g の100に対してこちらが 305g、 はい、5g 重くなる、はいはい、とストリングパターンの違い、はいはい、16、19だったに対して18、19の18、19だから横糸だけが2本増えた、はい、縦糸が2本増えてます、はい、はいはいはい、でラケットの厚さは変わらない、厚さは変わらない、23mm ですね、はいはい、まあ、バランスだけちょっと5mm、 こちらの315、手元に来るわけですよね、はい、5g 重くなって 5mm 下に来るというところなので、はい、まあ、トータルボタンとしてそんなに違和感は僕は振ったらね感じないんじゃないかなというレベルな気はしますけれども、はいはい、なので大きなところはこの、デンス D のところ、はいはいはい、私はまずは D からと、はい、そうですね、最初は初めは D からというところあとね、おっしゃってたのはこのストリングスホールが、はいはい、こちらはダブルホールといわれるちょっと広めの穴が開いてます、はい、はい、こちらは細かくなってます。そうですね、はい、97D と、100D については、うん、ちょっとストリングのこのホール自体が、はい、穴がちっちゃい、小さい、はい、なので、ストリングスのたわみがちょっと減らしてある、そう、細かい上にそれを工夫をされているので、うん、こちらはねやっぱりあの何ていうのしっかりする、うん、ということでございますが、こちらを、ライバル対決させていただくんですけれども、はい、今日は成績桜ヶ丘店の、はい、広志図にも、まあ、今日はっていつですか、そう、僕もなんで今日はって言ったのかなと思って、ね、はい、打ってるところからご覧いただきたいと思うんですが、まずは加藤さんから打ってるところをご覧ください、はい、はい、同じことしちゃった、ご覧ください。はい、こちらがパーセプトの100でございまして、はい、加藤さんがこれを打って、ライバル対決登場は3回目、3回目ですね、はい、もう新旧やってブレードと対決して同じ家族内で、ね、今度は D、はい、こちらが D でございます、はいはい、音がねだいぶ違うのも分かっていただけると思いますし、
あのトラフープ狙ってるんでね、うん、あのどの辺、安定的にいってるかも、うん、はい、今言われてももう100終わっちゃったんですけどね見返していただければと思いますが、はい、スコアご覧いただきたいと思います。こちらです。はい、皆さんから見て上がパーセプト100、下が 100D ということになってまして、まずはスピード、ほぼ変わらない、ほぼ変わらない、まあ100がちょっとだけ上ぐらいってことですね、はい、スピンレート、お D が上がってる、 D が上がってる、これどういうことなんでしょうかというところもあるんですが、アングルは全く一緒、うん、はい、クリアランスは若干、そうですね、5センチの差っていうところですかね、そうですね、はい、ノーマルの方が上がっている、うん、距離も若干、そうですね、半メーター、うん、はい、ということで、うん、スピードはほぼ変わらずだけども、うん、変わらずですね、回転が D の方が上がっている、うん、これちょっと予測とは違いますよね、予測とは違います、はいはい、これを生んでる理由はなぜなんだろうっていうところなんですけど、そうですね、なんででしょう、ね、もともと使ってるのも確か305、うん、T ファイトの305なんで、はいはいはい、うん、結構 D とはスペック近いんですよね、うん、まあ、バランスの違いが若干はあるけど、はい、なんでしょうねこれ、うん、ちょっと予想外、そうですね、うん、もう逆で出てくれるだろうなぐらいの感じ、そうですね、うん、だからやっぱりなんでしょうね、下の D の方が、まあ、それはあの平川さんもおっしゃってましたけども、ボールを潰せるように D っておっしゃってて、うんうん、ボールが潰れるということは、速度落ちるんですよね、はい、で、回転は上がるんですよね、うんうん、ボールを潰せたならば、うん、これね、よくボールを潰していけっていうので速度上がるようなイメージあるかもしれませんけど、うん、ボールって変形すればするほど、はい、飛ぶ速度が遅くなるので、うん、ただ変形するということはそれだけ、ラケットに食いついてスナップバックを引き起こすという効果になるので、うん、スピンは上がる、だから潰しちゃってるからこうなってると、うん、そうですね、言えるんじゃないかな、うん、はい、しかも回転の安定性も含めてすごく高いなっていう感じがするんで、もうちょっと差が出そうな感じがするのが、はい、なんですか、その 100D が勝っちゃダメみたいな、ね、いや、そんなことないですけど、はい、また今回もすごい笑顔だから、そうですね、じゃあコメント聞きましょうかね、はい、はい、こちらになります。手元での飛び出し感、パワー感はどちらに感じましたでしょうか。飛び出し感としては心地よかったのはあのこちらの、パーセント100ですね、ノーマルの方ですね、はい、D じゃない方の方が心地よかった、ね、はい、はい、ちょっと打球感が柔らかかったというか、なるほど、はい、飛んでる感っていうのはどうなんですか。飛んでる感としてはもともとその18、19の方が細かいので、はい、飛ばないかと思ったんですけど、はい、飛び感としてはこっちの方が良かったというのと、あの引っかかり感というのもあったので、そこがスピン性能も上がったかなと思います。18、19の方がということですね。そうですね、はい、はい、この2本打ち比べてみて、大きく感じたのはどういうところの違いを感じましたか。大きく感じたのはガットのターン目が少ない18、19の方が、はい、結構シビアなコントロール性能を結構もたらしてくれると言いますか、はい、なるほど、はい、ということは対象ユーザーも、はい、よりそのコントロール性能を求めるのであれば、はい、やはり D になるということで、 D の方がそうですね、コントロール性能を求めるあのシングルスのプレイヤー様ですとか、あのトーナメントクラスですとか、そのあのテニスをあの試合とかで行っている方はあのご利用いただけると思いますね。なるほど、はい、まあ、今回初めてのスペックということなんですけども、はい、D はじゃあかなりおすすめのポイントでもありますね。おすすめですね、はい、はい、加藤さんがスイッチしなければいけないとしたならばどちらでしょうか。中間的には100の方が柔らかくて好きだったんですけども、もともと T ファイトを使っていることもありますので、細かい方の、パーセ 100D を、はい、お説明したと思います。あ、自分が使います、はい、はい、わ、はい、かりました、ありがとうございました、はい、はい、ということでございましたけれども、はい、D をお選びになられました、うん、ねえ、はい、うん、なんですか、満足いってない感じがありますけど、ね、100かなと思ったけど、はい、D なんですね、はい、やっぱりね、まずは D から、はいはい、私何度も言わせていただいてますけども、うん、やっぱり D の良さってあるんじゃないかなっていうか、うんうんうん、目が細かいとやっぱりちょっとなんですか、嫌っちゃうとこあるじゃないですか、はい、あの飛ばないんじゃないかな、回転かからないんじゃないかなっていうのはありますけども、うん、やっぱりそこがこの、18、19っていうところのミソかもしれませんねっていうところ、うんうん、あとはあえて、ボールを粒
しやすい、ボールが勝手に潰れる、はい、だからちょっと速度は犠牲にするかもしれないけど回転は上がってくるのかな、うんうん、そうすると意思が伝達できるのでコントロールがかけやすいのかな、うん、はい、これね結構あるのが、うん、まあ、じゃあ、うん、他社のラケットでいうと、はい、ブレードだと多分98で16、19、18、20が両方あって、まあストライクもやっぱり同じように2種類、同じ重さでストリングパターン違い出してるんですけど、トラックマン測ると結構18、20でいい数字が、まあスピンレートも含めてやっぱり同じように出る場合がある。なるほど。でもイメージはやっぱり今と同じ現象が起きてるんですね。粗い方がなんとなく回転かかるからそっちを選んだ方がとか、やっぱり18、20って結構難しいですよっていうイメージで話してやってみるとこういう風に出ることがあって、うんうんうん、で、まあ、共通しているのは、まあ、比較的やっぱりスイングスピードがしっかり振っていくある方、うんうんうん、110キロ台後半から120キロぐらいがベースになる方になってくると、うん、結構18、20の方が安定感も含めてスピードも出てくれるし、回転も結構出るなっていうことがあるんで、なるほど、ちょっとそれに近い感じですね。なるほど、うん、D を見直すというところですね。そうなんですよ、はい、まずは D からです。はい、ということで、まあ、一方でというところで長尾さんの、はい、ところも見たいと思いますので、打ってる姿はこちらになります。はい、こちらがパーセプトということになってまして、さあ長尾さんスコアどうだったかな、私もちょっと記憶定かではないですけども、はい、なんかね印象的には D をだからある意味細かいっていうイメージではない感じでしたね、うんうん、あ D って思えば D だなって言ったりだろうな。細かいからの毛嫌い感は、はい、あの打った後だからかもしれませんけどあまりない気がします、うん、はい、ということでスコアを見たいと思います。こちらになります。はい、はい、皆さんから見ていただいて上側がパーセプト100、うん、下側が 100D で、うん、まずはスピード、お D が上がってます。はい、続いてスピンレート、お D が上がってます。はい、アングルあまり変わらず、はい、クリアランスは D の方が上がって、はい、距離も出てる。あ、もう絶対 D じゃないですか。はい、なんかその納得いかない感じというのが、はい、大体いつもね毎回納得して、はい、ああそうだなっていう感じが多いですけど、今回はね、うん、長尾さんだけ裏切らないかなと思ったら裏切ってきました。ああ、それは斉藤さんの、はい、あ、なんとなくイメージを裏切る、はい、裏切らない話ですよね。そう、まあ、加藤さんのとこまでは大体、うん、まあそうかなと思って、長尾さんだけ逆になるだろうなと思ったら、なるほど、僕の予想と逆だね。僕ちょっと思うのは、はい、98と98の D だったらこうはならないと思うんですよ。うん、わずか97ですね、はい、わずか3スクエアインチですけども、はい、小さくなった場合の、うん、ノーマルと D、うん、でその場合のパーセプトの97と 97D は、うん、パーセプトの 97D はもう、18-20 ですよね。 97D は18-20、はい、20ですよね、はい、で、16-19 から18-20 だから2本1本変わってくる、はい、うん、でこちらの場合は、うん、100と 100D で16-19なので、はい、横糸変わらない、はい、縦糸だけ、はい、っていうところの違いはあると思うんですよ、うんうん、だから特に D からって私言ってますけど100は D からなんじゃないかなっていう、うん、97だったらやっぱりノーマルの方がやっぱり使いやすいなって思うんじゃないかな、うん、やっぱ打てるんですね、うん、なんかやっぱりねちょっとこう 100D を出すって言われた時に、うん、はい、本当に追加する必要があるのかなっていうイメージもちょっとあったんですよ。 D はいらねえんじゃねえか。そうそう、 5g 上げてストリングパターンちょっと変えただけだったら正直100で代用できるんじゃないかなって思うところもあったけど、それなりに2人とも結果が出てるってことを考えると今まで100だけ使ってた人もちょっとやっぱり 100D もね全然使えないってこともないし、逆に数字が上がるっていうのも、ね、試してみてほしいところではありますよね。はい、ということは新スペックの提案ということでのヨネックさんが出されたこの 100D、うん、これちょっと楽しみですね。うん、っていうことは皆さん予約するとき悩まれるんじゃないかな。そう、100でいいや後継だからと思った方がもしかしたらちょっと D も試してからの方がいいかもしれないですね。そういう意味ではぜひ来店いただいて試してみていただくのが一番いいかなというところになりますけど、ちょっと面白い結果が出たかなというところでぜひ皆さんこの2本、D だからと思わないでいただいて、特に100に関してはというところ、そうですね、この後97もちょっとやってみたいですけど、ね、なんかちょっと気になってきましたね、もしかしたらね、はい、ということで、告知をさせていただきますが、こちらが発売が8月下旬になりそうですね、はい、絶賛予約受付中というところもありますので、はい、ちょっとかなり注目度があるので、初回ロットはなくなってもおかしくないぐらいの勢いかなと思いますので、はい、皆様のご来店、はい、100と 100D を見に来ていただくだけでも、そうですね、だいぶね、違うかなと思いますので、ということで、今日はヨネックスの、はい、
同じ家族の中でのライバル対決、ね、はい、パーセプと、はい、100と 100D の対決、はい、をお届けしました。ぜひ商品選びの参考にされてください。斉藤さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。